皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。小学校の歴史、弥生時代、その中でも今回大陸から伝わってきたものについて説明します。1884年、明治17年ですね。この時東京都文京区の弥生町向ヶ丘貝塚というところから壺型の土器が発見されました。この土器は縄文時代の土器と比べると厚さが薄くて硬い土器でした。そしてこの土器、発見された場所にちなんで弥生式土器というふうに呼ばれるようになりました。これが皆さんの教科書に書いてある弥生土器のことなんですね。これ弥生土器ですね。そしてこの土器を使っていた時代、これを弥生時代と呼びます。弥生時代には生活を変える2つのものが大陸から伝わってきました。1つ目は稲作です。これが大陸から来た人、この大陸から来た人のことを渡来人と呼びますね。この渡来人によって日本に伝えられました。まず九州に伝わり、それから西日本から東日本、ね、こういう順に稲作広まっていきました。稲作というのは水田、つまり田んぼでお米を作る技術のことです。食料の面から縄文時代と弥生時代を比較すると、縄文時代というのは食料を取る時代なんですね。これ採集の際を使います。森、ね、野原に行って木の実や草の実を取る、川や海に行って貝や魚を取る、ね、そういう時代だったんですね。それが弥生時代になると食料を作る時代、このように変わります、ね、お米を作る時代、ね、主食を作る時代になったんですね。そして作ったお米を、収穫した米をですね、保存しておく倉庫を作るようになります。床を高くして湿気やネズミなどからお米を守った蔵です。この蔵のことを高、床、倉庫と、このように呼びます。そして稲作と同じように大陸から伝わったもう一つの、これも生活を大きく変えていきます。それは金属器です。金属器は2つのものが日本に伝わってきました。金属自体があまり硬くないので主に祭りや儀式に使われたもの、これは青銅器という、金属器です。青銅というのは銅と錫を混ぜて作った金属です。そしてもう一つ、硬いから武器や道具として実際に使われた金属、これは鉄器です。鉄は硬いですよね。ですから実際に道具として使うと便利だったんですね。しかし最初の頃、日本では鉄の原料を探してそれを加工して鉄を取り出す、
そういう技術がなかったので、渡来人との交易、今でいうと貿易ですね、貿易によってこの鉄器、手に入れていました。よろしいでしょうか。今回は弥生時代、大陸から伝わってきた2つのもの、ね、これについて説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書やドリル、問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。